はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。サールです。エコーナイト2ですね。やっていきます。よろしくお願いします。で、セーブポイントからまたここまで来ているわけですが、方位磁石を取りましたので、ここからね、始めていきたいんですけども、一応頭ぶち抜かれたお姉さんが言うに、階段を降りて西に向かうとって言っていまして、階段を降りて西でしょ、まずは。と言っても、俺右のドアから行くつもりなんですけども、階段を降りて西だと、俺は今ノースを向いてるから、なるほどね、こっちですね。こっちのドアを行くと、男の子をぶっ殺した、殺人鬼がいるのかもしれないですね。残念ながら俺左。ああ、でもどうなんだろう、これ。ストーリー的に考えると、こっち行っちゃいけないんですかね。でも、なんかイベント進みそうな感じもするからね。やるって、行くって言ったところから行くしかない。書かない、素晴らしい。電気がついてるうちはね、多分安心だと思うんで。コメントありがとうございます。なるべくね、やっぱコメントを、反映していければなと思うわけですね。あれ、急にどうしたと思うんですけども。そういった類のコメントをトゥームレーダーの方でいただきまして、やっぱりね、で、それで実際ね、そのコメントを返しながら、動画の中でね、返しながらやってみたところ、木製の椅子、彫刻された高い背もたれが特徴的な椅子だ。壺。チェックの模様が入った陶器の壺が置かれている。油壺ではないようだ。絵画。青空の下にそびえ立つ城が描かれている。バローズ城、待ったなし。で、壺と椅子ですね。特に動かせるような感じはしませんね。で、たまたまだったのかもしれないけど、すごい、やっぱりやれた感が非常にね、ありまして。ナンバーロック。ナンバーロック。でも3つのナンバーロックってかなり、ざるなんじゃないですかね。根気がある人は多分開けちゃうと思うんだけどね。なんか、ゆかりがある番号とかね、なんか、知ってる人とかがあると、多分やっちゃうと思うんだけど、スイッチ。これ意味がよくわかんないですよね。もうすでについているのにもかかわらず、消すスイッチもきちんとついてる。気をつけろ。これすぐ死ぬやつですね、これ。ほんとね、暗いところに入ると、おお、怖え、バカ野郎。もうすぐ。電気がつかない。死にますね、これ。ラジオ。丁寧に作られた木製ラジオ。素早く探索しないと死にます。またバーがあるよ。You are here. で、なんだこれ。インナーコート、中庭のことかな。これちょっと字が読めねえな。左上がバーで、もうダメだ、全然読めねえ。その下がなんだ、なんとかランかな。もうその下はもっとわかんない。なんとか、全然わかんねえ。参ったな。とりあえずとっとと探索しちゃいましょう。女性の絵。大きな絵が描けられている。金持ちはやっぱ絵が好きなんですかね。俺もでかい絵を見たい。灰皿。持っていこう。置いてある。持っていこう。開ける？開ける？開けちゃう？うー、来い。こっちは？何にもない。下は特にない。で、暗い部屋にいつまでも、また椅子ですね。いつまでもいると、ワインボトル持っていこう。火炎瓶が、ほんの少しワインが残ってたけど、ほとんど飲み干されている。誰だ、全部飲んじまったやつは。木製のラジオ言ったっけ俺。あんまりね、長いしすぎると、うー、怖い。なんかある。薬草ですね。クソ薬草。座りながら扉を開けると立ちます。ありがとうございます。なんかポロンって言った今。ちょっと怖いね。なんだったら、足危なくなったらこっち明るい方に逃げてしまえばいいとは思うんですけどね。嫌ですね、怖いですね。いきなり出てくるのが怖いんだけど、エコーナイトっていきなり敵が、なんだ？マップ開けるか。さっ
ぱりわからん。さっぱりわからんっていうか、あ、これがまあこういう風になっていると、ここが謎の部屋、マップってことですね。ここは開かないんだっけ。ここが You are here だったんだから、わかんないですね。端から行きましょう。つかない。くそったらですね、本当に。どこかの廃盤、バーラウンジ。配電盤をいじくらないとダメかもしれないですね。ああ、樽。血が出てくるかもしれない。カウンター用の小さな樽だ。喉越し、生とか出てくるんですかね。生ビールって古びた写真。お、助かった。おそらく記憶をたどっているうちは、幽霊にはぶち殺されることはないと思うんですよ。その代わりに人間にぶち殺される可能性が。なんだ、アーリーダイス。すげえでっけえ飛行船だな。飛行船エウリューディケ号。書状。読めなかった。飛ぶのはなんていうんだよ。就航かな。すげえ、これシルバーノアよりでかいんじゃないか。はい、コメントありがとうございます。その電気をつけないとなんとかならないっていう説明とかなかったけど、初見の人死ぬんじゃないのって。多分死ぬと思います。あるみたいに、ね、忘れちゃうような、ね、人間ももしかしたら死んでいたかもしれないですね。ギリギリだったと思うよ。まあ、ただぐるぐるね、見回せるし、ね、ディフェンスしてくれてたんで、あの、お化けが。まあ、もしかしたらなんか、ね、勘のいい人だったらきちんと、勘のいい人をきちんとあの、ボタンガチャガチャ押しながらぐるぐる見回せる人は大丈夫かもしれないですよね。俺はちょっと危なかったけどね。はい、改めて、他にもありがとうございます。電話のセーブ。お、飛行船の階段、階段室？階段室って何？鍵がかけられている。なぜか俺は閉じ込められてしまったようだ。ん？あ、これが階段、あ、螺旋階段か。やっぱ螺旋階段っていいよね。ここ危なくない？ガラス張りじゃん。あれじゃん、なんだっけ。ゲームだったらすぐガラス叩き割って、ゴワーって言いながら死ぬかもしれない。絵が飾られている。あれだな、抽象的な。なんていうの？抽象絵画っていいのかな？普通に抽象的って言っていいのかな？その絵の種類として。ちょっとびっくりした。また泣いてんのか。ここに座って外の景色を楽しむのだろう、哲学。俺も座りたい。どうしたの？よいしょ。目線をね、やっぱあのちっちゃいことっていうか子供と話すときは目線をその一緒にしてあげるといいらしいですよ。クマさんがいなくなっちゃった。クマ、どうしよう。ジェシカちゃんのなのにどうしよう。あ、人のもん。お前人のものそうか、人のものなくしちゃったか。ここいい眺めですね。いい眺めっていうか、これどっちだ。これ後ろかな、お尻の方なのかな。見るとそうだよね。多分こっち向いてるから、ちょっと待って、これずいぶん、ちょっと待って、ずいぶんちっちゃいのか、このリチャードがずいぶんでかいのかな、どっちかだよね。ランプ、細長いランプが取り付けられている。細長いって今言えたかな。で、1の方でもね、電話でセーブできたんじゃねえのって全然覚えてないですね、R。そんなのも覚えてない R にですよ、鍵がかけられている。あ、積みましたね、ありがとうございます。じゃあ帰ろうかな。マップは？アンノーン出ました、アンノーン。これ始まったよ。この記憶の世界だと、マップは読めないのかな。お、他にもちょっとちょうどコメントがツイッター来ました、ありがとうございます。PS1 のゲーム、そうだね。やっぱ穴がね、穴が多いというか、荒かったりするからね、その、結局、ね、こういう、なんつうの、グラフィックっていうの、テクスチャーっていうの、俺あんまりそういうの詳しくない。これ開くよね。おい、ちょっと待ってくれ。俺、アストラルピースしかないんだけど、アストラルピースをクマに変換する程度の能力持ってないかな、俺は。持ってないんだろうな。あ、こっち行けたか、助かったわ。
あ、ごめん、展望室だった。それでも、もう一回喋る？俺が探してきてあげるよって。クマさんが、クマさんが、ダメですね。はい、わかりました。なんとか、俺がなんとかするよ。もうクマにはね、散々いろんなゲームで各方面でね、世話になってるんで。あれ、ここ開かなかったんで。え？鍵がかけられている。開けよ、開けろって。ちょっと、ん？え、マジで詰んだんじゃないのこれ。時間経過経過？ちょっと待ってね。このゲーム迷ったら上なんですよ。ごめんなさい、嘘です。だいたいなんかあって困った時は上向くとね、いいことがあるのは、まあ俺トゥームレイダーからいろいろ教わってますんで、それに分かった、この子に三角ボタンするんでしょう。しませんね。ダメですね。アストラルピースをクマに変える能力はなかったようです。リチャードには反省してください。永眠してください。これどっか転がってないの？転がってないね。泣くんじゃないよ。なんとかするよ俺が。あ、やばい、また安請けやしちゃった。最近この安請け愛感が非常にひどいので。これどっかないの？ちょっと張っていこう。じゃあ張ってる間に他のコメントもありがとうございます。あ、ダメだ。そうそう。昔もね、俺なんかね、コメント返しながらやろうと、こういうね、隙間とかにあったりするんだよね。なんだろうな。これ無意味に開けられた隙間とかさ、ちょっと えぐいっすよね。こういうゲームでさ。荒さなのか、その狙ってるのか、ね、わかんないっすよね。ほら、ここだけ隙間開けてんだよ、これ。雑に作ってんのか、それとも、おや？これだけ、ここだけちょっと椅子がずれているとか言わないんですよ別に。だからって動かせないしね。あれかな、もう何だったらもうオイルスキライターでこの飛行船を焼いちまえばさ、そのジェシカもろとも、なんていうのかな、バラバラにできるんじゃないですかね。何でも燃やそうと思う。燃やすことしか考えていない。照明がついている。え、でも何にもなくねえ。あ、なんかあった。なんだ、鍵か。あ、ちょっと待って、入れないんだけど。あ、ぬいぐるみ。ぬいぐるみ取れますか。可愛くないね。全然可愛くないんだけど。もうちょっと可愛くてもよかったんじゃないか。さっさと返しに行きましょうね。まあ、この初期ステージっていうか、ね、マップにね放り出される感は、まあトゥームレイダーとかね、そのキングスフィールドの方が高いと思うんですけども。はいよ。わ、せっかく俺しゃがんだのに。クマさん、ありがとう。なんだろうな、髪の毛のさなんだろう、わちゃわちゃ具合って割と、わりかしリアルに見えるんだけど、多分ああいう風に動くんだろうなって思っちゃう。なあ、怖いな、このゲームさ。一応子供は殺さないと思うんだよ。目の前でさ、胴体が吹き飛ぶとかそういうことはさせては来ないって。また鍵かけられてんだけど。常日頃俺は鍵をかけられる人間なんだろうな、リーチャードは。じゃあ帰るか。帰りません。まだ戦う必要があるようだ。これナイフ持った。はい。やっぱりジェシカも連れてきてあげたかったわね。あ、一緒に。急に熱を出したんだ。しょうがないだろう。双子なのにレベッカと違ってあの子は体が弱くて、旅行に行くんだって楽しみにしてたのに、かわいそうだわ。大きくなれば体も丈夫になるさ。先生もそう言ってただろ。この子たちの人生にはまだまだ時間があるんだ。悲観しちゃいけない。そうね。今度来るときは
きっと4人揃って。ああ、そうしよう。お船から煙が出てる。この家族はさ、その、あの子がレベッカだから、ジェシカを置いてきちゃったの？病院にぶち込んできたのか、それとも、まあ、こういうのに乗れるから金持ちのお手伝いさん？完全に、もう、ああ、本当にさ、こんなに、こんな骨組みだけなんですかね？相当、いい加減じゃなくて、その簡単な作りで、浮いているんですね。やっぱりじゃあ火がついたらもう一巻の終わりですね。ノースモーキングでお願いしますってことなんだろうな。ひでえ夢だな。誰の記憶なんだろうな。これひどい記憶を見たよ。新聞を取りますか。取らざるを得ない。おっ、なんだ、厨房の鍵。はい、とっととね、あの足切り、あ、ここが厨房か。ブランデーボトル、ウイスキーボトル、ワインボトル。AR はどれも飲みません。あの、最近ね、やっぱ寝れないので、あの、お酒でも飲んで、ね、寝ようかななんて思っていたんですけども、寝れやしないですね。いけないです。なんでいけないんですかね。早く、ちょっとあの、ダメ、早くって言っちゃいけない。重量感のある大理石石鹸の台座が、鈍い光沢を放っている。多分、こうやってやってる間は、あの、研ぎ止めてるんで、あの、まあ、大丈夫だと思うんだよね。こっち行けるかな。ちょっと厨房がどこにあるのか分かんないな。あ、そうそう。で、あ、こっちが食堂か。あ、もう早く、もう早く電気つけたくてしょうがないんで、もう使えないで、本当に。この、エコーナイトの主人公っていうのは基本的に無力なので、敵が出てきたら、あの、逃げるしかないんですよ。下手をしたらそのクロックタワーなんかよりもよほど弱いですよ。はい。おっ、死ぬ。じゃあ鍵がかかってるんだったら俺が鍵開けないんだ。聞きましたか？死ぬですよ、本当に。口から出た言葉が。新聞は読め、じゃあ前々あれ、読まないの？なんで読まないんですかね。あ、こっちからかな。ちょ、怖いんだよ、本当に。新聞。裏面に赤い印のついた記事がある。ちょっとそこだけ読ませてくれ。小さな記事に印がつけられている。親子3人絶望か。ハロルド湾の飛行船墜落事故。え？10日、ハロルド湾上空を飛行中に消息を絶った観光飛行船の捜索は、天候悪化に伴い一時中断された。完全に死ぬやつですね。再開の目処は立っていない。警察、いや、現地警察を中心に組織されている捜索本部は、乗船していた人々のほとんどがすでに遺体で発見されていることに触れ、未発見の3名に関しても生存は絶望的であると悲観的な会見を発表した。現時点での行方不明者、ロバート・モーガン、ヘレナ・モーガン、レベッカ・モーガン。32にしちゃ相当素晴らしい。32?25。ああ、まあ、いいか。まあ、あれじゃでも助からないだろうな。これさ、下手にこういうところでセーブするとさ、死ぬんじゃねえのかな。まあ、少なくともね、あの幽霊には鍵をかけるっていう力はないので、逃げられる。はい。あ、じゃあそっちじゃないんだよ。俺、電気つけてほしいんだけど。もう近いぞ。だって、下手なところね、行っちゃうと。ほら、もうつかないもん。見るもの見て、とっとと帰ろう。開くのかよ。
冷蔵室、うわ、なになになに、マグロ、冷凍マグロが天井からフックで吊るされている、殴ろう、冷凍本マグロは強そう、あ、ちょ、ライト、ライト、もうライトだけが俺たちの頼りだからさ、スイッチ、つかない、もう、なんなんだよこのゲーム、クソゲーじゃねえかよ、なんでどこもかしこも電気がつかねえんだよ、まあ、古い館だからしょうがないか、早く立って、早くって言っちゃいけないんだけど、もう R はね、ちょっと待って、待って、ここ何なの？冷凍肉、解体された肉が天井からフックで吊るされている。フックを強調する理由はあるんだろうか。この中にあれかな、冷凍肉、その解体されたそのレベッカ・モーガンちゃんがいるとか、そういうのですか。R、ちょっとリョナも結構いけるタイプなんで全然大丈夫ですけど。あまりにもね、ちょっとぐちゃぐちゃすぎるのはね、ちょっときついんですけど、こう、ちょっと優しい感じのね、腹パンぐらいだったら全然大丈夫なんで。さまざまな冷凍食品が箱に詰めて保存されている。ああ、怖い。で、そのエコーナイト1のネタも結構ね、含まれてるから、すごい楽しみにしていてね、的なコメント、ありがとうございます。そう、だからね、結構、フロムのゲームとかもいつかやりたいなって、この、いろんなゲームね、やりたいなと思って、はい、怖いんでやめてください。来ないでください。もうあと50秒。いや、50分来ないでください。かまど。はがま。コンロがついている。寸胴鍋。シチューに使われる深手の鍋。ガスコンロがついているが、何かいじくろうとはどうも思わない。使える。うん、どうしたこっちか。うん、いけない、なんでちょっともう、あー来た、死ぬ、いった、デンジャー、ちょっと待って、まあ一応じゃあ枯れた薬草を食っとくか。曲も何にも出なくて、プラス一回ワゴンクールに去るか。カウンターテーブル。ああ、やばい。あ、来てる。どうもありがとうございます。失礼します。これでまずどっから来るかだな。マップ。行ってないところ、あ、いっぱいありますね。こっちとこっちと行きたいですね。向こうにもね、行きたいんだけど、これ下手すると、こっちなんだ？下手するとね、シガーラウンジ。ああ、タバコを吸う部屋か。風景が、夕暮れの水辺が描かれている。ほんと、電気つけねえと死ぬからね。くっそ、これ、多分、ハズレを引き続けてるの。灰皿。まあ、シガーケースだからね。仕方ない。はい。キャビネット。開けとく？何の意味もないね。どこにいる？何回か、ウフウフって言って、てくるのかな。お花、いや、花が一輪、ありがとうございます。あとは絵ですか、何もないですか。もうちょっと出ますよ。ちょっと本当に死ぬんで、怖いっていうかね、双璧の部屋、う、衣装をかけておくものだ。あ、そうなの、すごいね。雑貨棚、キャビネットが横に接続された緑色の棚。あれ、ちょっと待って、これ生きてんじゃ、生きてるっていうか時止まってないかな。音楽室、こんにちは。ずっとこれ何、ドレミファソソソかな。マホガニーの木で作られた、何これ、縦型ピアノ。正面に彫刻が施してある。そうですか、楽譜取りましょうか。して、はい、持っていかないで、はい、返します。はい、失礼しました。ちょ、返せって、返してやれよ。お前、ミスミス、俺は殺されるんっていうことでかい。お、記憶、
リチャード、ちょっとどちくしょうですね。返せって言われてんのに。今日は君にプレゼントがあるんだ。なんだ、曲かな、ムーンかな。ほら見てごらん。え、楽譜、何の曲かしら。あ、この曲。そうだよ、君の欲しがっていた楽譜だ。嬉しい、私大切にするわ。きっと上手になってあなたに聴かせてあげる。ああ、楽しみにしているよ。なんで俺はのろけを見せられているんですかね。32の曲じゃないや、声という感じがしない、かなり若々しい感じがしますね。フォトスタンドは持っていけない、一組の男女が写っている恋人同士の写真だろう。そうか、譜面台。あ、ここでもう一回置いてあげればいいのかな。お、置いた、助かった。アップライトピアノ、マホガーニーの、はい、あ、そうですか。本棚、はい、3段の本棚がある。ちょっと待って、ずっと一つの音しか出してないじゃん。なんで調律がなんか悪いの。あ、ちょっと待って、その譜面もう一回俺にちょっと見せてくれる。分かった、持っていかないから。なんかこれ一発バッドエンドっぽいんで、ちょっと見せて。ピアノ組曲5番第2章。ちょっとわかんないですね。ちょっと待って、ここで譜面台。台がついている。これだけか。なんか他のものを置いたらどうです。新聞紙とかどう思う。ダメですか。失礼しました。じゃあ、楽譜をね、もうちょっと一回置いときますんで。ね。また必要な時になったらちょっとお願いします。他の、なんだ、字が汚くて読めない。ここはどこだ。とりあえずぐるっとは回れた。双璧の部屋って何だったんだろう。双璧だったか。でも謎解きは一切合切してませんよね。熊のぬいぐるみを、あの音楽室がやっぱ多分なんか理由とか秘密があるんだろうけど、楽譜持ってった方がいいかな。楽譜持ってってブチ切れられた方がいいですかね。ちょっとほんとね、ほんとちょっと待ってね。リチャードって、はいはいはい、失礼しました。リチャードってデブなのかな、もしかして。なんだろう、まあ失礼な話、その R の体型だとあんなところはその抜けられるはずなんですよ。まあただちょっと方向感覚というか空間把握能力は非常に低いのでつまずくとは思うんだけど、ね、つまずいたりぶつかったりはすると思うんだけど、あの、つっかえてね、抜けられないなんてのはありえないんですよ、はっきり言って。はい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 、どうもどうも、こんにちは。ちょっとこれ、そっちから来られると困るんだよな。ちょっと待って、ね、双璧の部屋はどこだ。これが双璧の部屋か。こっち双璧の部屋に行きたいんですけど、でもやっぱぐるっと回っていくしかないか。